guys! モンスタージョン TV! 今回はなぜシャンクスが自分の腕をサイボーグ化しないのかという件についてお話をしていきたいなと思います。こちら、コメントをいただきました。コメントをくれたのは、ペイユンさんですね。コメント読んでいきましょう。シャンクスはなぜ腕をサイボーグにしないのでしょうか？フランキーやゼファーは大きな怪我によってそれを補うため、サイボーグになりましたよね。ということで、もっと言うのであれば、クイーンってどうなの？っていうことでね。まあ言い出したらキリないです。そういう風にメカ化っていうのはね、まあサイボーグ化っていうのはね、普通に見えるわけで、まあ要するに腕義手つけるよねっていう話なんですよ。まあ、切り口にもよるわね。切り口が、まあ、その、義手をつけることもできないぐらいズバッと言っているっていう風に考えればそれはそれだし、でもそこまで細い設定ってやりますって話なんですよ。だからアニメの中で、なんかそこまで神経が、こっからだとちょっと通せないよねとかっていうことをやるかっつったら、俺はやんないと思いますね。まあまあ、それをうまいことやってるのが、ハガレンではあるけどね。ハガレンとかであれ思いっきり腕バッサリ確か言ってるよね。でも、まあ、オートメールの流れはなんかうまいことなんか繋いだりして、でその繋ぐ時の痛みが半端なくてみたいなのがあったりするんだけど、まあそこまでやるんだったら知らんけどね。とはいえだから実際そんな細くやる必要はないんで、要するにやってないということはね、サイボーグ化というか腕を義手にしてないということはなんか理由があるのではないのか。例えばなんだけども、義手にしようと思ったらこれ結構ワンピースの世界では大変なことだと思うんですよ。で大変っつってもゼファーとかやってんじゃんってなるんだけど、そういうことなんですよ。なんで彼がやれてんのっつったら、それは海軍だからでしょ。海軍だから、まあ、できてることなんですよ。その技術者がいてできるっていう話でさ、そうなっていくと、もしもいきなりシャンクスが腕ついた状態でこんにちはーっていう風にやってきたら、お前海軍と繋がってるやんけってなるんですよ。だって海賊なんてできねえじゃん、そんなこと四皇とはいえどもやれねえじゃんって話なんですよ。いやでも一応政府と繋がってるんでって言われたら、グーの音も出ないよね。なんで繋がってんすかねっていうっていうところで結局は繋がってんじゃんってなってくるんですよ。でだから繋がってるんですよ。繋がってるわけで、どういう風に繋がってるのか知らないけどね、腕は繋がってないけど。政府と繋がってるわけだから、やれんじゃん、これ腕繋げれるじゃんって話なんだけど、それやっちゃうとイコールになっちゃうのよ。あれおかしら、なんかすげえのつけてきましたね。そんな技術あるのって海軍だけなんじゃないっすかね。なんでつけたんすか。いや仲いいからって言ってるようなもんになっちゃうのよ。だからあえてつけてないっていう風に考えれば、それはそれで繋がってるのを隠す意味でもつけてないってなると、おうみたいな。でもこれってわりかしだから、シャンクス悪者説っていうのを変に生かしたような話になっちゃうんですよ。それってちょっとなんか、あんま考えたくないし、今のそのワンピースの展開的にも正直ね、俺はシャンクスはもういい人だっていう風に考えてるから、なんかあんまりそこをね疑いたくない。なんつうか、新しいそのパシフィスタのものとして嵐深海をベースに作ってたから、今度は四皇をベースに繋がっている、政府と繋がっているっていうところでは一応カイドウとシャンクスがいるわけで、まあシャンクスを題材にしてるっていう風に考えるのであれば、まあ政府と会ってるシャンクスがその偵察用のまあサイボーグっていう風に考えるのであれば、すごいね簡潔なのかなっていう風にも思ったりとか。でも今回の悪魔の実のね、ゴムゴムの実のことを考えていくと、まあなんか流れ的にはね、なんかある海賊についてっていうのがルフィ君っていう風に考えるのも一つだよね。だからそいつには手を出さないでくれっていう風に言っているっていう風に考えれば一番まあいいなって思うしね。ただそれって政府が聞く理由なんてないんでね、聞くということはやっぱ意味があるのではないのか。やはりルフィを自分らの思想にしっかりと染めるから、イコール理解をさせるからっていう風に言っているのかもしれないよね。例えばだけど、モリアの能力とかってあれ奪って使おうと思ったらやっぱトリッキーなんで、そのマスターするまでに能力をマスターするまでにすごい時間かかるから、例えば黒ひげとかもそうなんだけども、あれ多分俺モリア殺してないと思うんだよね。殺すとその後にその能力を生かすことが結構難しいんで、なるべくはそのまま仲間にすると思うんすよ。まあっていうところではルフィ君のゴムゴムっていうのも最初もやっぱ結構モブザラシだったんだけど、今になってすげえ力を発揮してるじゃん。それでやっぱこの長年の特訓があったからこその話なんで、ここまでね成長させたのであれば思想を染め上げるというか、んでまあルフィ君を味方陣営にねこう引き込むっていうことを、政府陣営に引き込むっていうことを考えていれば、まあそれはそれだよね。とはいえちょっとね、そこら辺はやっぱなんかあんまり考えたくないところなんで、俺はまあまあ単純にあれ会いに来たのは別のなんかねシャンクスで会ってほしいなと、そういうプロトタイプなりなんなりのね、まあロボで会ってほしいなと思うけどね。まああとは最悪パターン、今はつけてないだけで、その要はバレになっちゃうからね、政府と繋がってるのが、どっかで普通に義手をバコってつけてくるっていうこともあるかもしれないよね。そしたらもうそれはもう政府と繋がってるっていうことも、普通に明かして、でバコとつけていくっていうね、それもねなくはない展開だと思うけど。
どね。なんかシャンクスと言うてバトルような未来もね、なんか見えなくもないんですよ。だから一旦はワノ国では来てくれて味方陣営として再会して問題なくからの後に敵としてっていうのはなんかね、いろんな因縁もあって、まあその因縁つうか因果関係というかね、ザラシっていうね、なんかなんかでそういう風に敵に回るっていうのはなくもないのかなと思うけどね。そんなことあるっつうけど、いろんな作品でそういうのはあるからね。あのすごい慕ってた人が敵だったみたいな、でもそれは理由があったみたいなさ、なんかそういうことも考えられなくもないんで、まあまあまあどういう風に広がるかちょっとね気になるところでございます。ただ最後にもう一回言うけども、俺は今の全ての状況を見てシャンクスを悪者っていう風にはやっぱ過去のことも考えて見れないです。見れないんで、何かあった場合は本当にね、あのよっぽどそういう風に動くしかないっていう状況があっての敵として回るっていうね、それが限界なのかなと思いますけどもね。はい、ということでなんかね、シャンクス悪者説っていうのはね、なんかヘイトが集まりがちなんだけどもね、それやっぱみんないい人であってほしいと思うからなんだけど、そんなに人生甘くないからねやっぱね、あの来るときは来るからね、本当に。だからあの何かそれ来た場合はもうそうするしかないような状況に置かれてるっていうのもね、あの考えると、まあ一つやっぱね、考察ってのは柔軟な考えを持つべきだと思う。ただ感情だけでいけば、そして今だからこそね、現状ではシャンクスが悪者であるっていうのは俺は考えられないです。はい、もう結論としてね、それはみんなの意見がどうちゃらってのは関係なく、あの単純に全ての状況において考えられないです。ただ現実として政府とつながってるシャンクスはいる、なぜですかっていう話ですね。はい、そこは、闇の部分としてまだ一つ残されているんで、それは今後どう広がっていくのかっていうのは気になりますね。そして続いてララ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 さんからのコメントでございます。回廊石の刀あったら能力した相手でもいけるよね。フィルム Z でゼファーがルフィに撃った回廊石の弾丸を大量生産すれば能力者狩りは容易なのになぜかしない、矛盾ということで、これもすごい面白いなと思います。まあまず回廊石の刀がない理由ですね、まあ、まずやっぱ加工が大変だと思うんですよ。すごい加工が大変だと思っていて、まあ我が国でやれば別に上等じゃねっていうふうに思うんだけども、まあ後に出てくる可能性はあると思うよ、あると思うんだけども、回廊石を使うほどの相手っていうのは要はロギアとかさ、そういったものに対して特に使いたいじゃないですか。まあ能力者全部に対してまあ使うって話になるんだけども、でも刀って言うてね効率悪いんですよ。やっぱそのモブにそれ持たせんのって話だし、じゃあモブにそれ持たせないですよ。でやっぱモブってたくさんいるからね、モブ全員に持たせるんだったらなおさらコスパ悪いからそれはできませんと。じゃあ上級者、あの海軍の上のやつらに回廊石の刀を持たせましょうってなると、あのそれはそれでね、なんつうかいらねえじゃんっていう話になるんですよ。なんでっていうと武装があるから、武装があれば結局実態とどめられるんで必要ないんですよってなってくると、うーんっていうね。だから刀を作るのは相当ずれてるのかななんていうふうに思います。もう常に武装を使うわけなんで正直いらないってなってくると、スモーカーの実験も大概だよねただあれは本当にあの逮捕するっていう意味ではまあ持ってこいだよね。もう完全に制御できなくするっていうことで、あれは強いんだと思います。で上の奴らはもう殺すのが目的なんだよね、あの政府のやべえ奴らはね。それは別になんかいらないんじゃないっていうね。で逆に弾っていうのはすごくいいなと思うんですよ。もうガンガン使ってこうぜっていう、回廊石の網とかもあるわけだから、まあ、もっともっと増やしてこうぜっていうふうに思うんだけども、やっぱそれも生産率の問題なのかなと思うんだよね。網とかもまあ大概だと思うけど、でもあれの場合は一発ね作って、じゃあその何個作るかって話なんだけども、1個の基地に対してじゃあ何個配りますってやればそれをずっと回せるんですよ。別に放ったところで回収してさ、もう一回使えるわけじゃないですか。でも回廊石の弾ってのはそうもいかないんですよ。やっぱあの撃ったら終わりなんで。でゼファーも別になんかガトリング砲にバーって詰めてるっていうわけではなくてピストルじゃないですか。だから一発一発がすごい重要なんだよね。大切だし、たくさん作れないからあんまりね生産してないっていう、だから叱るべき時に使うものっていう風に、なっているのかななんていう風に思います。やはり一番の問題は加工するのが大変っていうところなのかななんて思いますけどね。で実際この弾をね作った場合ってほぼほぼのやつをね捕まえれると思うんですよ、マジで。だけど相手が片国みたいなやつだとね、まああの読まれてしまうんでそうもいかないのかなと。まあ見聞色が強いやつだとまあ当たりもしないから、まあそこもねまた難しいところなんですよ。なんつうかその能力者相手に回廊石使っていきましょうはわかるんだけど、その例えば頂上戦争を向かうときにね、能力者だからクロコダイルに対して海に落とせみたいなこと言ってたけど、海に落とせれば苦労はせんのよ。それができないから強いわけで、だから回廊石の弾とかもまあなんやかんやであの回避されてしまうってことを考えれば、まあそうもいかないと。自分の能力を過信してるやつはね、あの思いっきり食らっていくと思うんだけど、まあわざわざ自分で何も動かずにね食らっていくんだけども、ただ強いやつは割りかしそこら辺はね、まあ回避全然していくんで、そうなるとまあ弾を作った
ところでっていう話なんだよね。まあ結構難しいと思う。これは結構難しいけど、最終的な一番簡単な話は加工、まあ生産が追いつかないコスパ問題っていうところだと思います。ということでいかがでしたでしょうか。いろいろとまとめていきましたけどもね、なんかこういったのもねすごい考えたけども面白いよね。なんでこれでこうなってんだろうなみたいなね。でも俺だったらなんとか束はもうちょっと生産するけどね。そうしたらまあバンバン捕まえられるからね。やっぱ網とかは避けるやつは避けるからさ、玉だったら別にまあ過信税は食らうと思うからガンガン作っちゃっていいんじゃないと思うけどね。よっぽどの見聞色の達人じゃない限りはね捕まえられるのかなと。だから犯罪率は相当低下させれるよねっていうふうに思うんですよ。能力者狩りはガンガンそれでできるんで、で本当に強い奴らに今度は対象をちゃんと絞っていくっていう。今ってわりかしそのモブに対しても対象を使うしかないんで、まあだからそうなった時に他のねあのモブを言うなら海軍のモブで処理できるようにして、モブつも億単位をね、処理できるようにして、でマジでやべえ奴らを対象でやっていくってなれば、まあ海賊時代も速攻終わるのかなと思うけどね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。じゃんけんタイムいきましょう。最初はグーインザーラシットリピートした。また次回お会いしましょう。 See you next time!